皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのどしです。今回は沼津市にあります加藤学園行修中学校の塾対象説明会のお知らせをします。この説明会、今月6月24日の金曜日に開催されます。受付は10時から、そして説明会は10時30分から11時45分になっています。受付後、説明会が始まるまでの間、校内を自由に見学することができます。昨年は私 Zoom での参加だったんですけれど、その前の年は10時に行って、説明会が始まるまでの間、授業の見学をさせていただきました。説明会の内容はまず入試の説明ですね。それから入試の結果がどうだったか、そしてその後進路指導部からお話があります。進路指導部からは、この中高一貫校の高校を卒業した後、どのような進路になっているか、どこの大学に合格しているかとか、そういうお話です。そして今回のメインはこれになると思います。これバイリンガルコース、このコースの英語の出題形式が変更になります。この変更の内容を詳しく説明してくれるのではないか、こう思っています。それから説明会の申し込み、これは各塾や予備校に送られてきている参加の申し込み書、これをファックスまたはメールで送信してください、こうなっていました。今回参加人数の制限があるんですね。コロナの影響で参加人数を制限しています。一教室で1名の参加、こういう制限がかかっているので、ここら辺も確認しておいてください。締め切りは6月の21日の火曜日です。なお、学習塾予備校さんでこの申し込み書届いていない方は、どうぞ直接加藤学園行修中学校の方に問い合わせをしてみてください。参加申し込み書、送ってくれると思います。今回は加藤学園行修中学校塾対象説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。